ず作り方としてはもう一つに一回縛ってサイドは両方ロープ編みで後ろにつなげていく感じで、で後ろに一つに縛った毛束を上下に分けてそれもロープ編みでお団子にしていく、すごく簡単なスタイルでボブの子でもできて、梅雨の時期でもちょっとまとめてあるのでパサついたりせず誰でも簡単にできるので、もしよかったら皆さんやってみてください。はい、本日はですね、梅雨に負けないスタイルということで、後ろはですね髪の毛少し軽めに透かせていただきました。前もですね顔周りの方に髪の毛がいくように作らせていただきました。ありがとうございます。今日は本当に簡単なアレンジで、上の方はクーリンパをして、横はさっきも言ったんですけど同じようにロープ編みで持ってって、下は三つ編みで してみました。梅雨とかジメジメした季節に簡単にできると思いますので、よろしくお願いいたします。梅雨時期ということで、どうしてもサイド、それからバックに関しては、広がってしまう季節ですので、これですね、サイドとバックに関してはすっきり刈り上げにして、トップに関しては、少しカールですね、スウェットアイロンで丸みを持たせてあげて、自然なマッシュスタイル作ってみました。以上です。本日はご覧いただきありがとうございました。今日はたくさんのブースがあるので楽しんで帰っていってください。本日はありがとうございました。ありがとうございます。